そうそう、あとですね、もうこれまでやった、まあ、動画ですね、まあ、それ以外にもアイヤーのスタッフの皆さん向けにやったこう簡単な講義とかですね、動画の作り方の講義なんかもねやったりとかしてるんですけど、まあ、そういったものもですね随時 YouTube でこう公開していこうかなと思っておりますんで、まあ、斉藤の YouTube のチャンネルもですね合わせてこうご登録いただければと思います。もちろん斉藤のじゃなくてアイヤーの方がいいわいって言うんでしたらね、再生リストの方でアップされるようにしておりますんで、アイヤーのね、チャンネル登録でも全然構いませんのでね、むしろそっちの方を登録してもらった方がいいかなってくらいですからね、どんどん登録していってください。